はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。本日は、えー、2020年11月22日、サッカンガケンゲームコレクターブスタートです。えー、この配信はゲームコレクターの酒館が、えー、と25時ぐらい、約25時に、えー、と30分ぐらいなんとなくゲームの話をする配信です、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。また、えーと 概要欄にね、僕の関わってる Kindle 本へのリンクがありますので、えー、っとご興味のある方、もしくは僕のコレクター活動に、えー、っとご支援いただける方は、ぜひ Kindle 本読んでいただければと思います。あと、お仕事の連絡はいつでもお待ちしております。ということでですね、ちょっと、ちょっと遅れてしまったんですけど、まあ、言い訳をすると単純に、えー、っと、今から話をする内容の、えー、と <laughs>、 まあ元のデータをね作る時間がちょっとミスってしまってまあそれをもう少し遡るとちょっとまあまあまあいろいろと用事が終わらなかったってまあそんだけなんですけどまあ言い訳はいいや <laughs> でえっと本日の予定はえっと 3DO の話ねいつもの 3DO の話はえっとハローキティの遊びのおもちゃ箱でえっとその後ね今週発売予定のタイトルのスケジュールをちょっと見ていて でで時間があれば質問箱で最後に本日の記念日ゲームという流れで進めていきます。 ということでね、最初に、えっ、ー、と、ハローキティの遊びのおもちゃ箱、3DO のタイトルなんですが、まあ、昨日ね、紹介したケロケロケロッピのタイトルと同時発売だったんですけど、だからサンリオタイトルが同時発売してるんですね、3DO。ただ、これサンリオタイトルで、まあ、制作、著作は株式会社サンリオなんですけど、えっ、ー、と、3DO、えー、3DO 版開発、発売元は、えー、と株式会社水ズという会社になってます。 まあ、そも,そもそも3 d 用版って3 d 用版以外のタイ、まあ、バージョンがあったのかどうか知らないんですけど、まあ、まあ、可能性としてはね、まあ、他のマルチメディア系タイトル、まあ、マーティーとか、もしくはパソコン系とかね、パソコンのタイトルとのマルチとかはあるのかもしれないですね。まあ、調べてないけど。<laughs> はい。ということでね、まあ、ケロケロケロップとキティちゃんなんで、ハローキティなんで、まあ、 なんかね作りが同じかと思うと全然違うんですよ。でケロケロケロッピーはほらあの折り紙をねの折り方をいろいろ教えてくれるやつで。でまあが要はなんか。 紙のマニュアルがまんまこう画面にあるようなイメージでまあ、一部ムービーの,のムービービというかアニメとかのね補足があるような作りだったんですけどでセーブデータがセーブがあったでしょで比べるとハローキティのお,お遊びのおもちゃ箱はミニゲームが数個入っててまあなんとなく遊んで終わりが終わり終わろうと思えばすぐ終われるし、まあ、まあ要は ケロッピの方はなんかちょっと実用系マルチメディアなんだけど、キティちゃんの方は完全に子供向け、えー、とちょっと触ると楽しい、あの、なんか、えっ、ー、と、ミニ、ミニ、ミニミニゲーム集みたいなね。まあ、要はこの背景とキャラクターを乗せて、こう、絵が完成とかね。あと、こう、スロット回して、コインじゃらじゃらとか、まあそういうような感じのね、ゲームが、まあ、4種類ぐらいだったかな。うん。 まあおもちゃ箱っていうから何種類あるだろうってう感じなんですけどキティちゃんの部屋は触ってえ違う違うキティちゃんの部屋は楽しい遊びがいっぱい詰まったおもちゃ箱いろいろなところを触ってみると隠れていた遊びが飛び出しますあなたも一緒に遊びませんかってこれひらがなで全部書かれてるんですけどねでもその下はねちゃんとちょっとひら漢字が混じってくるんですけど「奇世界スロットじゃんけん同じ文字選び」の4つの遊びができます 既成会、スロットジャンケン同じゃんけんを同じもの選びの4つは、ね、全部ひらがなで書いてるのでちょっと同じもの選びがねひ、ひらがながすごい気持ち悪いんですけどね。はい。の4つの遊びができます。遊びは簡単な操作ですので無理なくソフトをたえ親しむことができます。それぞれの遊びには地域的な要素が含まれています。うーん、とはいえね、まあ。 絵にねキティちゃんとかスタンプじゃないけどこうキャラ乗せてねまあ、絵が完成みたいなのはまあまあマルチメディア系でよくあるんだけどただスロットで3つ揃えるとコインじゃらじゃらはあでも絵が揃うっていうところがもしかしたらこうチーク要素なのかなはいじゃんけんじゃんけんは何がチーク うーんまあ 3DO のじゃんけんゲームはもうすでに紹介してる通りねこう先に誤称した方が脱ぐゲームばっかりだったんでまあチーちゃんさすがにそれはないんで普通にじゃんけん <laughs> ですねはい、うんまあ、まあそんな感じでねまあ割とこう、うん、こっちの方がチークゲームとしては本動だけど内容的にはちょっと スカスカ感があるかなという感じがしないこともないですね。だからさ30分40分遊ぶともういいかな。次の日のもやるのかなぐらいの感じのタイトルです。ということでね、まあ 3DO のタイトル気になる方はね、えーと、ゲームコレクター作家のアンコンプリート 3DO の方で、えっ、ー、と、えー、タイトルのね、紹介をさせていただいていますと。なんか落ちてたなぁ。 <laughs> はい、ということで、えー、3DO の話はこの辺で終わりにして、えー、とあ発売予定タイトルですね今週のてか今日今日はさっきまでそれの準備してたんでそれをやらないとあの非常に <laughs> 具合が悪いんですよね、えー、ということで えと今週発売結構多かったんですけどただ先々週一応時間軸的には先々週に PS5 が発売まあ XBOX シリーズも発売してるんですけど先週はまあ新規タイトルとして PS5 と XBOX シリーズまあ XBOX 自体のパッケージが出てないんだけど1もねまあ XBOX シリーズはね 今のところないですね。アマゾンを検索している限り、XBOX シリーズのタイトルが出ない、出ないというか、海外のタイトルばっか出るんですよね。だから、予定ないんじゃないかな、しばらくは。はい。ということで、とりあえず、えっと、今回は2020年11月22日から11月28日に発売されるゲームのスケジュールです。はい。まず最初に、えっと、最初っていうか、今週はね、全部11月26日に発売日が集中しています。 まず、ウォッチドックレディオンのプレステ5版。これが通常版とアルティメットエディションですね。まあ、プレステ5。まあ、ウォッチドックスレディオンはもうすでに先月の末に11月20、10月29日かなに発売されてるんですよ。PS4 版と。XBOX なのかとかはダウンロードなのかな、まあ、出てるんですよね。だから、遊びたい人は多分 PS4 版やってるんで、まあ、うんまあ とにかく、とりあえず、まあいいかなって。まあ、ちなみに、公式サイト見に行ったんですけど、まだね、PS4、えー、っと、なんだか、なんだか、Steam とかかな、まあ、発売日が書いてあって、その下に PS5、Xbox シリーズ、発売予定みたいになってて、<laughs> 未だ公式サイトがね、ちょっと情報更新されてないけど、ただ一応 Amazon 見に行くとね、発売、あの、買えるみたいなので、まあ、まあ、出るんだよね <laughs>。という感じです。 ああそうもうリンク貼ってあったな。えー、っと、一応、そう、10月29日発売、Xbox、PS4、PC、Xbox って書き方がおかしいんだけど、Xbox PC、PC、えー、PS4、PC で、10月29日発売、好評予約受付中のね、公式サイトの、ちょっと情報があれなんですけど、で、見ていると、一番下にね、あ、違うな。書いてないな。 一応ね、米印で XBOX、えー、シリーズ X、PlayStation5 対応予定っていうね <laughs>、書いてあるんですよね。公式サイト、ちょっと頑張ってください。はい。で、次。えっ、ー、と。えっ、ー、と。次が。えっ、ー、と、ガレリアの地下迷宮と魔女の序談。 これプレステ4版とビータ版ですね。ビータ版があるなって、通常版と,、えー、と初回限定版が出ますね。一応ね、アマゾンを見た感じだと、P、ビータのタイトル、もう一タイトルぐらいねある、あるっぽいんですよね。だから、これは最後じゃないんだけど、割とこう、ずいぶん前から発表されてたんで、まあ、単純に伸びたのかなという感じです。はい。これ RPG でしたっけ まあまあそんな感じではいいや釣りえっ、ー、と恋する乙女と守護の盾、えー、とリブートザ、えー、シールドナインが通常版と初、えー、完全生産限定版これがスイッチと PS4 ですねこれもこれも日本一さんかなうん これはね多分すでに発売されてるなんか助走してなんかどっかに潜入するなんかちょっとスパイ的なね人が主人公のアドベンチャーゲームで一応い以前で、ね、出てるんですよでちょっとリブートっていうのはちょっと内容的に何がリブートかよくわかんないんだけどまあこれも。 あ、これエンターグラムさんだ。これの間違えた。日本一じゃないや。さっきのが、ガリリアが日本一ね。えー、っと、この、ホイスロートメートって、これは、えー、っと、女装した人が女子校に潜入するスパイものかなんかなんですよね。で、あ、そっか。エンターグラムさんも、なんか、ちょっと前まで PS4 パッケージ出して、スイッチダウンロード1000倍とかだったんですけど、これは両方パッケージが出るんですね。うん。 だからこうやってね、一個一個タイトルを追っていくと、なんとなくその会社の方向性ね、今どっち方向を狙ってるか、まあ当然こういうのの方向性決めるのは半年、1年前に決めてるんだけど、そういうのがこう、まあそれがほら開発期間もいろいろタイトルによって違うから、そのズレが出てくるとね、あれこの前出たやつ PS4 しか出てなかったけど、今回、あ今回はスイッチと PS4 出てる。でもスのやつが PS4 しか出てなかったりした場合に、あれこれは、 あのマルチの展開のこう前,前のやつのタイトルがパッケージ売れなかったからパッケージやめたのかなとかねいろいろこう推理ができるわけですよ <laughs> まあまあいいや <laughs> どうでもいい話でしたはいで次えー、っとジャストダンス2021えー、っとプレイステーション5ですねこれも UBI さんだから u b I さんは えーっとバルハラえー、っとえー、っとアサシン・クリード・バルハラがあのロンチの二日前に PS4 版を出して、で、ローンチの PS5 の発売日に PS5 版を出して、こう、実際出してるんですけど、あの、あくまでもこの PS5 発売日にこう、揃えようっていう意識はないんですよね。全部こう、PS4 版を先に出しといて、で、あとからこう出すっていう方式なんです。ジャストダンスも最近出たばっかですけど、スイッチ版と PS4 版かな。 多分 p s 4版とあんま変わんないんだと思うけど PS5 版があの出ますというところですね。うん。まあそうですね。そんな感じ。で、次、食用系少女フードガールズ。えー、と通常版と限定版。これがスイッチですね。これ何なんだろう。台湾の会社なのかなちょっとね、よくわかんないんですよ。 台湾グルメ自人化計画というね <laughs> まあ最初にそんな情報がいきなり書いてあるんですけどまあだからグルメなんだけど自人化した女の子を相手にするようなアドベンチャーなんですよねアドベンチャーパートと彼女で彼女たちと仲良くなろう余市の運命は君の手にまあだから余市を盛り上げるためにいろいろやるんだけど自人化の食用食用キャラまあなんかちょっとちょょっっとと 漢字とか言葉にするとちょっとあんまり綺麗にならないんだけどまあそういうねゲームですよねうん食用継承図フードガールズってなんか食用、うん、まあいいや <laughs> ということでねこれが会社名なんだったっけなまあ、ともかくない 日本語、英語っていうのが最近多かったけどやっぱね、台湾とかあのゲームソースリス、ゲームゲーム,ゲームソースエンターテインメントさんだかな、あの、英語の綴りで会社名があるんですけど、そこが香港だったりするんで、最近ね、やっぱ日本に、 なんか日本でもこう流通っていうかローカライズ始めました系の香港とかね台湾とかの会社結構多いんですよね、まあ、中国も含めてなんこの流れ何なんだろうなーっていうのはちょっと気になってはいるんですけどこれこここれは台湾の会社のようですねえっ、ー、とジャストダンっていうのかなはい結構もう45タイトルぐらい出てるのかな違うの予定も含めてかなまあ結構今後 数増えていくんじゃないかなかゲームソースエンターテイメントさんもね結構ね <laughs> ボンボン出てるこの前挑戦した連載ゲーマーさんのとこで連載してる、ね、やつで2回連続でゲームソースエンターテイメントさんのタイトルでしたしねいや僕が選んだんじゃなくてまああの編集さんから推薦されたタイトルだったりはしたんですけどうんまあまあ,あ1個は自分で行ったのかなまあまあいいはい次。 えっと、セイントロー4、ええー、リエクレテッド。これ、セイントロー4っていうのは多分もうずいぶん前に出てんですよね。PS3 版かな。で、最近、セイントロー3のリマスターかなんかが出てますよね。だからこれがセイントローシリーズがどうもタイトルによって、あのバ,バージョンによってこう、 違う会社が権利取得してパッケージ化してるって流れがなんかあるのかなっていうちょっと変,変な流れですよね。うん。で次、あ、今のスイッチ版ですね。で次、ゾイド・ワイルド・インフィニティ・ブラストのこれが通常版とあとそのあのゾイドのねフィギュアフィギュアっていうかあのロボットって言えばいいのかななんて言うんだろう。<laughs> まああのおもちゃがねついてるバージョンのセット。えっ、ー、と。 ZW361B, IB なのか 1B かなコードナンバーかなこれ。ライティングライガーインフィニティブルー、ゾイドワイルドインフィニティブラストセットっていうのがね、えー、っと、同日に発売されます。結構ね、このゾイドのソフトにゾイドのこの、ね、おもちゃをつけるっていうのは、 結構何回か見てるんですよ、ね、でアドバンスゲームボーイアドバンスの時とかその後も何かの時にやってるような気がするけどね全部が全部やってるわけじゃないのは、まあ、良心的なんですけど大変ですよねこのゾイドこういうのっていうのはゲームコレクターより多分ゾイドコレクター的にこうそのバージョン買わなきゃっていうところの食いつきがあるのかなって個人的には思ってますうんはい次お えっと、太鼓の達人どこどん RPG パック。えっ、ー、と、通常版。これ、ニンテンドースイッチですね。これは、あの、3DS で発売された太鼓の達人シリーズの RPG2 作品。えっ、ー、と、これか。あれ、間違えた。こうか。あれ、違うの。なんで宝明のサイト開いちゃう。これか。えっ、ー、と、太鼓の達人ね、一応 RP、 どこどん RPG パックってあるけどまあ 3DO で発売された 3DS で発売された「太鼓の達人」えーと「熟大冒険とミステリーアドベンチャー」ですね 3DS ではね3タイトル太鼓の達人出てるんですけど新しい方ていってももう56年前とかなんですけど <laughs> 新しい方にタイトルがあって、まあ、要は通常の,あの、えー、と家庭用紙で、ね、出,す出す場合っていうのはこの 太鼓のねあの太ガング、ガングってコントローラー買って、こう、基本的には曲選んでやるモードがあって、まあそれ以外に追加モードなんかあるけど、まあ基本的にはあんま RPG4 方面にはいかないんですよ。Wii U とかの時には RPG 的なのあったけど、多分最近の PS4 とかやってないからわかんないんだけど、多分。 違 3DS はあのなんかバチがついてたりしてね一応下画面でこう叩いたりするのもあるんだけど、まあ、どっちかっていうと携帯ゲーム機はねこうあの普通に移動する時こうやって叩くのもちょっと面倒くさいんでやっぱボタン操作のビータとかと一緒ですねビータも一応あの画面タッチの太鼓あったけどやっぱりこうボタンになっちゃうんですけどまあそういう風な感じである太鼓の達人に その要は RPG 的にね移動して話をしてで移動して敵に遭遇してバトルだけどバトルがえーと系みたいなねそういう流れのゲームがまあ出てたんですけど3タイトル出てたんですけどその中のね多分新しい方2個でまあ多分曲は以前の入ってた曲がま,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 まんまかまあ権利的にちょっと変わってるかもしれないけど入ってる上で追加の曲があるみたいですよねまあ一応そういうようなまあ感じなんで。 どうだろう <laughs> どうだろう僕は多分両方かなりがっつりプレイした記憶はあるんですけど収録楽曲130曲以上もちろんおなじみの演奏ゲームも収録収録楽曲130曲以上最新楽曲も6曲追加ということでねまあ多分ねあの RPG モードの中で使う曲っていうのが 結構多分クライマックスとかはね、こうもう決め打ち,決め打ちしてるはずなんで、こう、曲新曲に全部が全部こう入れ替えできないはずなんですよ。だから多分曲をこう合わせた上で、まあそれ以外にも、こう、今回買った人しか遊べない曲みたいな感じの入れ方をしてるんじゃないかなと想像しています。はい。ということで次。えー、っと。 デッドバイデイライトサイレントヒルエディション。これ PS4 版ですね。これ先週かなスイッチ版が最近出てるんで、まあちょっと最近たまにあるんですよね。このマルチ展開なんだけど一周ずれるってパターン。まあちょっとわかんないけど、もしかしたら一緒に売ると、こう、片方しか買わないけど、ずらすとこっちプレイして一週間して満足して、もう片方買う人がいるとか、なのかなよくわかんないっす。はい。 で、次、えっ、ー、と、ノースガード、えっ、ー、と、ニンテンドスイッチと PS4 ですね。これ、リアルタイムストラテジーだったかな、確か。えっ、ー、と、そうですね。これ、大泉アミュージアンさんのタイトル。結構ね、大泉アミュージアンさんのタイトル、渋いんですよ。あの、結構、ローカライズ、基本ローカライズタイトルなんですけど、で、まあ、たまにちょっとね、 お堅い翻訳もあるんですけど、最近のその香港とか台湾から来てるタイトルに比べると、割とこう、ローカライズはのテキストはしっかりしてる印象はあります。ただね、結構全体的に地味なタイトルが多い印象です。僕が過去にプレイしたゲームだとね。はい。で、次。えー、っと、ポリス,エス戦士っていうのかな。ラブパ,ラブパトリーナ。 ラブ,ラブなリズムで逮捕します。これ、ニンテンドスイッチですね。えー、っと、に、えー、日本、えー、っと、コロンビアさんね。コロンビアさん。ね、えー、っと、まあ、3DS っていうか DS というか、あの辺からこう、女子系のタイトル。多分、t d k コアさんの流れで来てるのかな。日本一さん。あじゃあ日本、コロンビアさんにね。女ジ,ジ系のタイトルは、はずっと 3DS で展開してたんですけど、 ここ最近はね、こうスイッチの方で、こう何タイトルか出してきてるんで、まあその流れでこうして、今回スイッチってとこなんでしょうね。まあ女子系が結構多い会社なんでね、まあそういう感じなんですけど、まあタイトルでわかるようにリズムゲームはあるんだけど、ただミニゲーム集的な感じ。 みたいですだから多分ストーリー進行に合わせて、えっ、ー、と、リズムゲームやミニゲーム入ってくるタイプのゲームだったと思います。で、次、えっ、ー、と、ムーンライター、天使と勇者の冒険。これ、ニンテンドースイッチですけど、これは多分もうダウンロード版がすでに出てて、それのパッケージ化ですね。で、次、ライド4、プレイステーション4。で、これ、ライドシリーズはね、今まで大泉アミュージオさんから出てたんですけど、今回違うんですよね。うん。 よくわかんないんですけどね。えー、っと、これか。ライド4がね、今回 DMM さんなんですよ。DMM さんも結構、ね、渋い海外のゲームとかいっぱい持ってきてたりしてるんですけども、このライド4がなんで大泉洋裕さんから DMM に流れたのか、そこの辺よくわかんないですね。まあ、はい、そんな感じ。 次え最後かなこれでラストラビリンスえ通常版とコレクターエディションがねプレステ4で出てますラストラビリンスはねちょっとねあのちょっとプレイステーション VR 自体がねあのどうなのって感じがするけどこれも VR 専用タイトルですよね割とこう違ったかな確かそんなだった気がするけど そう VR 出すアドベンチャーゲームってことでね。でも、VR どうなるんでしょうね。プレステ5で VR どうすんだろう。うん。っていうか、VR 今出てるところっていうのは、本気でプレステ4で,だるるで出してるのかちょっと気になるところなんですけどね。結構もう、最近のタイトルでもものによっては結構根崩れひどいからね。はい。という、まあ根崩れひどいからって言いながら根崩れして、 他のをこうキャッチアップしていくっていうサルベージしていくのがまあ割と僕のやり方なんですけどまあい,いやそんな感じですであとねえっと以前は発売日が2011月26日になった中でヴァンパイアってタイトルとあと龍王のお仕事これ龍王のお仕事が12月17かなでヴァンパイアが12月24日かなでそれぞれ伸びいつの間にか伸びてました、はい といった感じで今週発売タイトルはね以上になりますと。ということでね、えっ、ー、と、そうね、やっぱりこう、もう年末感ありますね。戦、まあ、まあ当然ね、あの、昔は割とこう、 ゲーム機の発売日っていうのはあんまりこうクリスマス初戦考えなかった時期もあるんですけどやっぱり最近はその初動をねこうやっぱ狙うっていうか見せるっていうかねそういう感じでこうクリスマスシーズンってところになって割とそれが日本国内のクリスマスシーズンって狙うとやっぱ12月なんですけど海外のねこクリスマスシーズンっていうの,のを狙おうとするとやっぱりこう。 ちょっと早いんんでですすねね11月なんです、ね、だからその辺もあってこう PS3 なんかもね11月11日だったんで大体その辺の控除されてる部分があるんですけど今回はね11月12日に PS5 で出たし XBOX はどうだかよくそのクリスマスシーズン関係あるかわかんないけどでもどっちも多分アメリカをやっぱり起点に両タイトルも出してるんで両ハードルも出してるんで、まあ、その煽りを受けながら年、ね、間の 日本もねあのこうやって11月の半ばぐらいからこう10月ぐらいまでこうタイトル数少なくて本当に今週全然ないよみたいに言ってたのがこうドバッドバッと出てくるとちょっとね毎週こうあの発売あっちじゃないや、えー、と販売本数のねランキング見てて変動ないってやつがこうガーッとねぐるぐる回ってくるんでちょっといろいろ楽しい思いができるのかなと思っています。はい ということでね、質問箱をちょっと見ていくと。えーっ,とえー、っと、持ってるゲームを忘れてしまって、また買ってしまうことがあるんですが、対策とかってしてますかって。<laughs> えっと、基本的には全部データベースつけてるんで、あのー、ないですね。たまにやっちゃいますけどね。昔、あの同じ店でっていうか、あの、 こう中古のねあの裸カセットのファミコンソフトをああこの値段だ買おう買おうってこういっぱい積んでレジ持ってって <laughs> で値段違うの気が付かなくてこう買って全部見たら違う価格で2つ同じタイトルっていうのはやったことあるけどうんだけど最近はねやっぱ店頭で買うっていう機会もだいぶ減ったんで。 あちょっとこれはね、なんか今後の n d ドル本のネタにしたいなと思ってる中で、ね、まあコレクターとしてのね、うんみたいなのは考えてるんですけど、まあそういうところでね、えー、っとちょっとお話ができればいいなと。あそれも僕もある。棚の写真を撮ってます。<laughs> なるほど。うん。で、今だとね、データベースつけてるんで、オンラインで買おうとした時に、こう一応データベースの方を見て、検索して、ああ、持ってる持ってるっていうふうにしてて。 で、最近僕もね、実はデータベース自分で作ってるやつに写真を貼り付けるようにしたんですよ。まあちょっと今遡ってるんで、昔のやつはね、まださすがにね、あの1万以上、1万5000以上の大統領数はね、こう全部一気に登録するの無理だけど、まあそうやってね、ちょこちょこと作業はしてるんですけどね。まあそれを反映させて実はブログの方と自分の公式サイトの方のデータベースの検索のところでは、その 撮った写真が、ね、出るような感じにしてますで、まあ、あとはその通常版つまりじゃないや、えー、っと最初はねもともとパッケージだけのしてたんですよ。で裸ソフトはソフトだけなんですけど最近は一応古い新しいやつはパッケージを出してからソフトと説明書を出して3点セットで写真撮るようにしてます。 そうすると、まあ、あの、あ、これトリセツ買ってないやとか、まあトリセツなかったんだとか、自分で判断ができるんで、まあそういうところでやってますね。まあそんなところでしょうか。もう一個ぐらいいけるのかな。えっ、ー、と、最近何にお金使ってますかえっ、ー、と、ゲームです。はい。わ <laughs> かりやすいな。 まあそんな感じでねえっ、ー、と本日はね最後本日の記念日ゲームはえっ、ー、と1990年11月22日に発売されたえっ、ー、とサンリオカーニバルがね30周年になります <laughs> ということで一応最初にハローキティの話をして最後サンリオってこう綺麗にまとまったんですけど一応ね30周年だったからキティちゃん何歳だよみたいな話があるけどまあそのぐらいねもう多分 下手すると3世代にわたってこう知られてるキャラみたいなカテゴライズなのかな三流穂っていうのは <laughs>。という感じでね本日はこの辺りにしようと思います。以上作家でしたおやすみなさい